岡県の歴史は僕たち県民が作ってきました。そして新たな歩みが刻まれる。福岡県の取り組みや魅力、知って得する情報をお伝えします。 You & My の知っとく福岡。こんにちは、知っとく福岡です。福岡県では在宅医療従事者や介護従事者が訪問先で受ける暴力やハラスメントの対策として新たな取り組みを始めます。現場の斉藤さん。はい、患者さんの自宅に訪問して病気や障害に応じた診療などを行う在宅医療や在宅介護、先生も実際訪問されているということで、はい、通院が困難な患者さんを中心に、在宅医療が進んできています。また末期がんとか、難病とか、医療的ケアが必要なお子様方まで、進んできているところです。その在宅医療や在宅介護の現場でサービスの利用者や家族などから職員に対して起きている暴力やハラスメント、福岡県内では年間でおよそ3000件も発生しています。結構な件数があるんですね。そうですね。どういう感じのことがあるんですか？大声を出したり威圧的な発言をする、それから実際殴ったり蹴ったりとかですね、それから必要もないのに手を触ったりとか腕を触ったりとか、セクシャルハラスメント等があります。先生もそういった体験とかっていうのは、医師にはですねあまりそういうことは多くはないんですけども、特に一人で訪問する看護師さんとかヘルパーさんとかの場合が多いようです。そういった場面に遭遇したときは、まずその場を離れて身の安全を図りましょう。利用者や家族が暴力に至った経緯をしっかり理解することも大切です。実際に在宅医療の現場で働く白川さんにもこんな経験が。従事者によって、態度が変わると言いますか、例えばA さんの言うことは聞くけれども、B さんの言うことは聞かないとかですね。でそうなってくると、スタッフとしては自分の対応が悪かったんじゃないかとか、あとは、自分のこうケアが、いけなかったんじゃないかっていう形でこう悩んで誰にも言えずに、仕事を辞めてしまったりとかですね、そういったところも中にはなかなかやっぱ言いづらいみたいなところもやっぱあるんですか？そうですね、気軽に相談できる場所があったりとか相談できるスタッフがいるといいなというのは常に感じているところです。福岡県ではそんな悩みを持つ在宅医療や在宅介護に携わる方、その管理者を対象とした研修会を今月から開催します。職員の方と利用者が安心できる環境を作っていかないといけませんね。現場からは以上です。福岡県では在宅医療や介護に携わる方やその管理者からの専用相談窓口を開設しました。また利用者向けの相談窓口もあります。福岡県では民間企業などの職務経験者を対象とした採用試験を福岡と東京の2会場で実施します。詳しくはご覧のところまで。来週もこの時間にお会いしましょう。